ライオンです。今話題の画像映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いいたします。まずはこちら。ほら、キムタクが今なら128円で手に入りますよ。早い者勝ち。ちなみにこのキムタクってキムチタクアンだそうです。続いてこちら。おやおや、こんな写真もあんな写真も流出してますよ。続いて、しまった、落としてしもたと思ったら充電器かい。続いてみちゃう、やっぱ喉が気になるんですけど。 And now I think with this announcement we are making this dream reality. Many of your medicines we know from the COVID vaccine, very effective, very welcome. The logistics around that vaccine were not straightforward because of the new technology. Many of your medicines we know from the COVID vaccine, very effective. No, from the COVID vaccine, very effective, very welcome. The logistics around. やっぱ人間離れしとる。続いて、セクシーチャーハンって気になるな。これだそうです。続いて、プロポーズの瞬間。続いて、ツイッターの2大パスワード。なんじゃこりゃ。つまりこれかい。晴れの日が文字になってますけど。続きまして、年金カットポ。ありとあらゆる値段が上がり、庶民の生活を直撃する中、年金受給者のもとに年金額改定通知が届いた。ちなみに、年金って物価が上がったら、年金額も上がるんじゃなかったでしたっけ？いわゆる物価スライド方式。ところが、実は2016年に安倍政権下で成立した年金カット法案で、年金額は賃金低下にも連動することになった。いわゆるこの強行採決。そして年金カット法案に賛成したのはもちろん、自民党、公明党、日本維新の会。ということで、7月の参院選で彼らに投票したり、投票を棄権したら、当然国民は年金の減額を受け入れているってことになりかねない。そしてラストはこちら。